い、始まりました。ペイント気仙沼の仲間たち。あっつ。グルメツアーということで、今回もね、美味しい飲食店を紹介していきたいなと思ってるんですけども、夏だよ。夏。今回ですね、爆食いしようと思って、やってきました。こちらです。ドン。再び登場、こけし食堂さんです。ありがとうございます。こけし食堂さんね、いやこの前、来させていただいてマジで何食べても美味しかったんだけども、今回やっぱり夏ということでスタミナつけないといけない、いっぱい食べようってことで、今日は爆食動画になります。まあもちろん美味しい料理をいっぱい紹介していきたいなと思ってますんで、そちらもぜひご覧ください。早速行ってみよう。はい、本日やってきたのはこちら。2回目の訪問になります気仙沼市は田中前のこけし食堂さんです。はい、営業時間ですけども昼の11時から15時の営業となっております。定休日は火曜水曜、駐車場あります。はい、席数ですけどもカウンターが6、テーブルが2、お座敷2。お座敷があるのがね、本当にねいいんですよね、ありがたい。はい、まずはメニューを見ていきましょう。あー、いいラインナップだ、いつも通り。うん、ラーメン、味噌ラーメン、チャーシュー麺、最高なんだよな。うん、定食はね、ボリュームがありすぎて、本当にね、腹はち切れるよ。あん、半チャーハンとね、唐揚げとかありますけども、こんな感じで注文しました。はい、来た。来ました。ゆっくりどうぞ。わっしゃ。わっしゃい。お。なんじゃこりゃ。はい、今回もね、実況するよ、不安のお兄さんだけどもね、こけし食堂さんはさ、毎回あの値段と釣り合ってないボリュームで大丈夫なのか、不安にな。おうめ、あんべ、うん、うん、麺うまい。うまいな。うん、やった、半茶じゃないよな。うん。
うん、外カリカリで中柔らかい。再びのね、お兄さんですけどもね、まだ全然ね、辛味噌食べてる途中ですけど、チャーハンもあるぞ、唐揚げも あるぞ、お前、はち切るまで食え。3、4、5、6、7、8、9、10、11。終了。
けねえな。すいません、タップください。すいません、すいません、家で食べます。あ、ボリュームすごいですね。半端ないこれ。おいしい、柔らかい。はい、ということでね、ちょっとね、頑張って最後全部食べようと思ったんだけども、唐揚げのボリューム半端ないって見ました。もうペンコ盛り安すぎるでしょ。もう味噌ラーメンもね、辛味噌もチャーハンも辛味噌とんでもなくうまかった。やばいね、味噌ラーメンを前に食べたことあるんだけども、やばい、やっぱりうまい。うまいからバクバクいけるかなと思って行ったけども、すいません、お持ち帰りです。いや、ということでマジでね、昼過ぎても本当にお客さんどんどん入ってきてすごい人気です。皆さんもぜひ気仙沼来た際にはこけし食堂さん必ず行ってみてください。こけし食堂さん、なんと今ニュースタッフを募集しているということで、夜営業も始まるということで、夜のスタッフさん募集してます。こけしさんで働いてみたいよって、まかないもついてるっていうことで、めちゃくちゃうまいまかない食えるからね、ぜひ皆さん概要欄見てください。それではまたお会いしましょう。 See you!